はようございます、コモレビマスターです。本日は1月の、16日かな、日曜日です。先週の、石舞台古墳、ナイトランの、講習受けてきてですね、見事リタイアしてきたわけですけども、3日ほどもトレーニングできなかったんですが、1週間経ってちょっとまた帰船、今日は満月が、満月でもないか、月明かりがめっちゃ綺麗なんで、明るいんでだいぶ助かりますね。武蔵田の駅に着きました。5時23分今から、武蔵田の、登山口まで行きたいと思います。登山道来ました。地面凍ってます。結構カチカチですけど、ここから登っていきたいと思います。いやー、なかなかドキドキですけど頑張りたいと思います。よっしゃ、やっぱり何回か通ってる道でも夜だと分かりにくいですね。やっぱりね、今一瞬ですけど方向分からなくなりましたね。なかなか、このポイントしっかり見ていくんがすごく大事やって思いました。ありがたいですね、こうやって鉄塔、鉄塔さすがに映らないか。結構和歌山市の夜景も綺麗に見えます。ちょっと GoPro ではなきついかな。徐々に夜が明けてきました。むちゃむちゃ綺麗ですけど、うまいこと撮れてません。こんなんが見れるのもいつもと違うことをやってみるからだと思います。すげえ綺麗です、肉眼では。よっしゃよっしゃ、あの朝焼けが見れたらいいんだけどな。めちゃくちゃ綺麗。あれ、こんな肉だったっけ。よいしょ、だいぶ空も明るくなってきました。うわ、抜けた。よっしゃ。ここ前来てよかったとこですね。うわ、下凍ってます。カリカリ。カリカリです。鉄塔が邪魔か。しかし、まあでも、綺麗な、マイクもここに行けたらよかったんですけど、やけど、あら綺麗ですね。いや、頑張ったかい、よかった、あったかな。あたりも明るくなってきました。太陽もよっ、綺麗だ、綺麗だ。山の中で朝日見えて、何気に初めてかな。今時間が、時間が6時45分。7時が日の出なんで、もう少しですね。わ、でもええな。ほんまに、イノシシおったらどうしようとか、微笑んでるおばあさんいてたらどうしようとか、後ろから足音つけてきたらどうしようとか、いっぱい思ったんですけど、まあなんとかハンズルより有無が易しで、結構夜でもライト見て集中してるんで、結構あれですね、余計なこと考えずに歩けたようにも思います。六角堂まで来ましたけど、
六角堂からの景色が楽しみですね。よいしょ。だいぶ明るくなってます。下は霜、もう霜ですごいですね。パキパキですね。ザク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 。遺跡峠まで来ました。だいたいここまで3時間ですね。今日はね、ちょっと新しくこの鳥取県の方を向いて初めて行ってみようと思います。鳥取池を周回することで、距離がね、だいたい家から30キロに設定できるんで、ちょうどいいかなと思って前から考えてたんですけど、ちょっと行ってみます。ちょっと楽しみですね。何百メートルか一気にね、下ってきました。道はね、結構いい感じになってきましたね。ちょっとガレの下りやったんですけど、ちょっと川も出てきて車も通れるようなところに出てきましたね。今ぐらい下ったっていうことは、なんて読むんやったっけ、砥石山、また戻る予定なんで、そこの登りが相当きついと予想されますね。そこからまた大福山へ入る感じで、鳥取ダム、雲山、あ、こっから雲山峰も行けんねんな。なるほど、はい。まあでもこれが大阪側の登り口になる感じですかね。ちょっとなんか雰囲気が違いますね。結構いい道やったんで、気持ちよく走ってたら、横見たら知らん間に鳥取池ですね、これ多分。向こう側行く予定だったんですけど、こっち側を走ってしまいました。まあ別に大差ないんですけども、あ、これですね。なるほど、鳥取池。鳥取ダムっていうみたいですね。うおー、すごい、うおー、結構高いです。結構ちょっとなんか古びたダムやなと思ったけど、結構高いです。すごいですね、結構水溜まってるんですね。これはどうだろう、仙南区とかの水がめになってるのかな。へー、こんなとこあるんだ。こんなんもやっぱりちょっとトレランの魅力っていうかですよね。自転車ではなかなか、ここはマウンテンバイクとかには良さそうですけどね。入ってこれそうですけど、下はちょっとダートなんで、道間違えたと戻ってみたら、どうも これみたいですね。せっかく今までいい道できてたのに、これは見落とす。これは厳しい。うわ、登山口って書いてあるわ。いやー、きつ。これは夜でなくてよかったような気がします。すごい傾斜です。ちょうどトレーニングいいかな。やっぱ予想通り角だったら登らんなんな。鳥取池からね、なかなか横に入った道なんですけど、結構急勾配やったんですけど、まあ、今朝日も照ってきたのもあるんかもわからんけど、すげえ気持ちよくって夢中で登って歩いてたら、ね、GoPro も撮るも忘れてました。いい道でした。なんか特に綺麗というわけじゃないんだけど、なんか自己陶酔というか、なんかすごく集中して歩けて気持ちよかったですね。こんな道結構好きです。あ、だいぶこう山の中にも入ってきてね、シャドウも緩くなってきて歩きやすくなってきました。
マジで最高ちゃいますか、気持ちええわ。めっちゃ気持ちいいですよ。砥石山、はあはあ、よいしょ、まあ、とりあえずここまでで、時間が、8時24分、だいたい距離が20キロの4時間9分ってとこですか。まあ今日は、まあ、ホームコース作るかね、確認のためみたいなんであれやけど、頑張らなあかんね。まあここまで20キロ、大福山まで来たんですけど、いつもね15キロから足が一気になくなるんで、こっからのランニングっちゅうのをちょっと意識して、29日の、石舞台古墳のナイトランもね、前半極力足を貯めて、後半走れる区間をなるべく、まあ、6分ぐらいで走れるイメージで行きたいなと思ってます。ですんで後半ね、この下って降りてから家へ着くまでの、約10キロちょっとかな、この区間を極力頑張って走りたいですね。足止まりそうですね。頑張りましょうか。さて、なんとか、木漏れ日見えてまいりました。今日はね、だいたい、総距離が35キロ、累積標高が1000ちょっとって言ってね、そんなに自分が思ってるほど、標高は稼げてなかったみたいです。ちょっとまたあのストラバで確認してデータの方を上げておきます。今回はね、やっぱり前回先週のナイトトレイルランですごくリタイアしたことがショックで、いろいろ考えて、やっぱり自分のペースを守るっていうことと、だから心配を今日は140以下でなるべく走るようにしたり、動くようにしました。であと荷物ですね、荷物今日は、練習ですけど、やっぱアイゼンとかも全部入れてみて、それでもだいぶ軽量化したので、だいぶ負担も減ってるように思いますね。軽く走れる。やっぱり何より先週の筋肉痛から明けて超回復してるんでしょうね。やっぱり足がすごく強くなってる印象があります。で最後の15キロからの課題だったランニングっていうのも、最後自転車ロードのところを最後までキロ7分切るぐらいでしたけども、なんとか走って帰ってくれたので、大きな成果だったかと思います。今回ちょっといろいろコースミスとかルートロストとかもいろいろチャレンジもして、新しいコースも見たんですけど、まあ、今回のコースをとりあえずホームコースにして30キロのコースで遊びたいと思います。はい、まあ、データはこんな感じで、今後も、3年後の100マイルレース出場に向けてコツコツ頑張ってまいります。トレーニングの内容やガチオさんみたいな、いろいろアップしていこうと思うので、また応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。